皆さん、こんにちは。トムズキッチンです。今日はね、そば打ちシリーズの第1回目ということでね、水回しについて、紹介していきたいと思います。最後までごゆっくりご覧ください。というわけでね、今日はね、シリーズの1回目、まあ0回目っていうのがありましたけどね、そば打ちの水回しについて紹介していこうと思います。まず道具、準備するものですね。まあそば粉 240g、つなぎ 40g、60g ですね。それから加水率50%の300g の二八そばを打ちます。よってね、水が 150g 用意されてます。これ全部使うわけではありませんけどもね。あと道具の方ですけども、こね鉢、これは45センチのものを用意してます。それからふるい、ふるいはね、うちないので裏ごし器で、代用をしております。まあ、そば打つ量によってね、こね鉢の量は調整していただければと。量じゃなくて大きさね、の方は調整してもらえれば。まあ、こね鉢ね、そんないくつも用意できないと思うのでね、ボールとかね、私だったら、前回紹介したようにね、ティファールの深い方の中華鍋、フライパンね、なんかを使ったりしております。はい、というわけでね、早速ね、そば打ち始めたいんですけども、1回目の加水までのところ、これがね、すいません、撮影できていませんでした。よってね、ちょっと口頭とテロップでね、紹介していきます。で、まあ、最初にね、そば粉を振るっていきます。でね、そば粉はね、半分だけ、まず振るった後、つなぎをね、ふるいにのせて、その後ね、そば粉を上からかけて振るっていきます。で、次にね、熊手のようにしてね、手を熊手のようにして、つなぎとそば粉をしっかり混ぜ合わせていきます。そしてね、加水ですね。用意した水の半分だけ、お水を加えて、加えたお水の上にそば粉をね、上からかけてあげて、で、熊手のようにしてね、手早く混ぜ合わせていきます。ね、間もなく動画始まります。どのようにして混ぜるかはね、動画の方をご覧いただければなと思います。口で説明するよりもね、動画見ていただいた方が早いのでね。で、混ぜてるとね、細かい粉がね、下の方に溜まってきますので、時折ね、上下を返すようにして混ぜ合わせてあげてください。はい、こんな感じでね、混ぜ合わせていきます。でね、指先にね、粉がついてしまいます。どうしてもベトベトするんでね、それをこまめに落としていったらいいと思います。でね、水入れた直後はね、大きな塊もできてくるんですけども、このようにね、粒がね、どんどん細かくなっていきます。で、ちょっとね、こね鉢が少し大きすぎて、これね、400g ぐらいよりね、多めのおそば打つときがこの鉢ちょうどいいんですけど、ちょっと大きいんでね、その場合はね、手でこう、こするようにしてね、混ぜ合わせていくといいと思います。はい、これ2回目の加水始まりましたね。残った量の半分を加えます。3回目はさらに残った量の半分っていう形でね、加えていく水の量はね、どんどん減っていきます。で、2回目の加水のタイミングなんですけども、そば粉の塊がね、パン粉ほどになったタイミングで行いますなんて書いてありますけども、まあ、だいぶね、小さくなったなと思ったら、2回目の加水、3回目の加水も同じですね。水をね、加えた直後って結構大きな塊がいくつかできるんですけども、こうやってね、混ぜ合わせていくうちに、だんだんね、粉が小さくなっていきます。
でね、周りに、ね、細かい粉ついてますけども、これもね、落としてちゃんと中にね、混ぜ合わせてあげてください。で、今やってますよね、こうやってね、手でこすり合わせるようにやってますけども、指の間からね、落とすような感じ、手のひらでね、潰して大きな塊を小さくするんじゃなくて、指の間からね、粉を落とすような感じで、混ぜ合わせてあげてください。混ぜる、こする、なんて言ったらいいんだろうな、うん、はい、こんな感じでね、手早く混ぜ合わせてください。で、まあ、今ねテロップ出てますね、こね鉢45センチのものを使ってますが、 200g のそば打つに大きすぎますなんて出てますけども、私の場合ね、 200g の場合は前回の動画でね、第0回の時のね動画でやってるように、テファールのね取っ手が取れるシリーズのお鍋4点セットみたいなやつ、あれの深い方のフライパン、中華鍋みたいなやつね、あれを使うとちょうど 200g 打つのがちょうどいいですね。で、この 45cm のもの、これ、まあ、尺5、一尺5寸ですね。このこね鉢だとね、多分1キロぐらいまで打てるんじゃないかな。1キロだと多いかな。700、800g ぐらいのそば。まあ、1キロいけるかな。試したことないんでね、なんとも言えないですけども。うん、まあ、道具のことはね、また別途ね、紹介する機会があると思うのでね、そちらをご覧いただければと思います。はい、今ね、指についた粉を落として3回目の加水を行っています。でね、加水をしたらね、加水したところに上に粉をかけるようにしてから混ぜ合わせるといいと思います。で、ちょっとね、この時ね、まあ、テロップにも出てますけども、少し水をね、入れすぎた感があります。ね、今、チーンなんて言ってますけど、ね、家内がおやつの焼き芋をね、オーブントースターで温めてました。はい、でね、だいぶね、多分そば粉の塊がね、だいぶ大きくなってきたのがね、動画でもわかるんじゃないですかね。どうですかね。はい。で、今ね、手で、手についたね、そば粉をね、落としてます。できるだけ、指の体温でね、もうパリッパリに乾燥しちゃうんですね。パリッパリに乾燥しちゃったものをね、このそばの生地に混ぜるのもちょっとどうなのかなっていうのがあってね、できるだけね、こまめに落としてあげるといいかと思います。でね、この辺からね、まあ、テロップにも書いてありますけども、この辺からね、本来だと微調整の加水を行うんですよ、ね、手のひらにね、ちょろっとほんの 1,2 ミリ程度、 1,2 ミリリットル程度、 1g、2g ぐらいの、ね、水をねちょっと加えてね、調整するんですけども、この時はね、それいらないかなっていう感じになってます。でね、よくね、YouTube の動画なんか見ててもね、非常に分かるのはこの辺の、ね、水加減で、ちょっとね、ベタつくぐらいがいいのかなと。でね、動画によってはね、こう混ぜ合わせてどん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 塊がね、どんどんすごい大きい、今ね、塊ったってね、せいぜい 2,3 センチぐらいの塊ぐらいでしょ。これがね、もう5センチ6センチぐらいのね、巨大な直径でね、5センチ6センチぐらいの巨大な塊になっちゃうぐらいまでっていう風てる動画もあったので、それだとねちょっと多すぎな気がしますね。実際今日これでちょうど良かったです。うんね、で、まあこれでね、もうしょうがないんで水回し終わりにしました。まあね、この今ちょっともうテロップ邪魔で見づらいですけどもね、この辺でね水回し終わりにしました。まあね、
大体ね、この1、2センチぐらいの塊がね、出来上がってきたぐらい。このくらいがね、ちょうどいい加水率なんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、水回しの動画はここまでになります。次回はね、くくり、それから練り、菊練り、へそ出しを経てね、そば玉を作るといったところまで、紹介していこうかなと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をよろしくお願いします。それでは次回もよろしく。